第54回高松の宮記念、G1、3月24日、中京、芝線2 0 0メートル、追い切りイコール3月20日、立東トレセン。京都牝馬 S で初重賞制覇を飾ったソーダズリング、メス4歳、立東おとなし栄光級者、父ハーツくらい、は朝一番に竹豊騎手が騎乗して半路で追い切った。 スピードに乗ると、すごい手応えでスイスイ駆け上がり、50秒9の11秒7を馬なりでマークした。ラスト1ハロン11秒7は高松の宮記念出走のマッドクール、ルガルに並ぶ最速タイとさすがの動きだった。竹豊騎手は、思ったよりも時計が出ましたね。強くやらなかったけど、いい動きです、と笑みを見せた。 距離を詰めた京都品場 S でナムラクレアに競り勝ち、改めて力のあるところを示した。ローズ S、発着、52マイルに行ったのがいい方に出た。1200のスペシャリストが集まったけど、どこまでやれるか。不安よりも楽しみですね、とレジェンドは期待を込めた。